テーマがダービーという名前のテーマ でコンセプトがバトルザオールというふうに付けさせてもらったんですけど、あのスポーツでどのスポーツにおいても勝負して勝つことのできる一つのチームっていうのをコンセプトにして作りました。やっぱ1年生の頃から4年生のこのマイコレを見てきて、まあ、1人で1年間で同じテーマ同じ一つのブランドを持ってやるっていうのは知ってたん でずっと悩んでたんですけど、まあ、自分結構スポーツが好きっていうのもあったりして、でそのチームをテーマにしたら8体以上作るので、それこそチームっぽくなるし、同じロゴ作ったりチームのワッペン作ったりしたらちょっとかっこよくなるんじゃないかなって思ってこのテーマにしました。オールジャンルいけるやつもあれば特定のスポーツをメインにみたいなのもあったりします。あとまあ自分馬が好きっていうのもあって、そっからも撮ってます。自分の思う一体一体のポジション的なのに振り分けた時の番号みたいな感じです。素材で言うとスポーツがテーマなんで、メッシュを多く使ったりとか、ジャージ素材とか、あとスウェット素材とかナイロンとかっていうのを結構多めに使ってて、で割とシンプルなパターンなんですけど、他の人たちやっぱすごいで、それに見劣りしないように自分は8体でいいところを、まあ、10体作ったり、あとデジタルプリントとか刺繍とかスクリーンプリントとか自分で柄作ったりしてやって商売するじゃないですけど、スポーツ感というかなんかユニフォームみたいな感じにできるようにしました。1体目作ったやつなんですけど、これも上も下もデジタルプリント生地にプリントして、下の柄はこんな感じでなってて、でまあ1体ずつ背番号8番がついてたり、これスクリーンプリントってやつで、柄は自分で作ってスクリーンに移して顔料するとできるプリント方法で、でこのタイのパンツなんですけど、パンツがちょっと自分的に気に入ってるかなって感じで、ここ全部ボタンで開くようになってて、中にショートパンツみたいな全部これ縫ってあって、中でまあなんかウォーミングアップみたいなのをイメージして作った感じです。これが試合着で、まあジャージーみたいなイメージで作ったタイです。これがまあ、これも結構まあどっちかっていうと試合着で、まあ上着みたいな感じのイメージ でこれもパンツも一緒で、試合ウォーミングアップみたいな感じで2段構成にして、まあ割とシンプルに感じて作ってます。下の赤いところのこのロゴをデジタルプリントでやったんですけど、この馬はここにあるこの馬を配置させて作った柄になります。今これが3体目なんですけど、まあ、これジャージで、まあ、素材もジャージでイメージして作って、ここのまあディティールは競馬の海外の勝負服にこういうデザインがあって、あこれかっこいいなって思って、これとまあここを合わせるようにして作ったり、で後ろもタック入れてちょっと膨らみ持たせてボリュームが出るような感じ でこれもハックプリントをして作ってます。ハックプリントの柄も自分で描いて作って、今パンツはここにいっぱいタックが入ってるんですけど、まあ、動いた時に開いて閉じるみたいな感じで、まあ、運動量動きやすさ増やしていう風に作ってます。後ろはまあただ切り替えで緑と赤のジャージにしました。でまあこれ4体目なんですけど、これは冬のスポーツ意識して作ってて、結構曲がってくねくねしてるんですけど、あのスキーとかスノボーのコースって結構くねくねしてるじゃないですか。そのイメージ取り入れて、でまあちょっと二重になってる風に袖もこのジャケットのところも、あとパンツも二重になってる感じで一つ作ってますね。後ろはこんな感じ。でこれ5番なんですけど、これボクシングとか格闘技をイメージして作って、パンツが、まあ、じゃあどっちかというとメインなんですけど、チャンピオンベルト風なベルトのところに真ん中にロゴをつけたりして、でここは1枚1枚このパンツとはちょっと別でつけてるんですけど、でこれに1個1個刺繍ミシンでこれは全部やっていて、ボクシングとか格闘技のパンツって結構、まあ、ごちゃごちゃしてるというかスポンサー入ってたりいろいろあるので、まあ、それにちょっと近い感じでちょっとなんか多めに
やっていて、で、まあ、このロゴが見えるように上着の方は真ん中だけ丈を短くしていて、で結構大きめのフードをかぶらせたかったのでフードもちょっとデカめにして、下ろして着ると結構ちょっと垂れちゃうんですけど、まあ、かぶるようにっていう感じで作ってます。これ6体目なんですけど、野球とバスケのディティールをちょっと組み合わせた感じになってて、ベースボールシャツなんですけど袖はなくて、でここのロゴがちょっとベースボール風に作っていて、まあ、ちゃんとここが閉じても合うようにしっかり合わせて、で、まあ、後ろは背番号があって、パンツはちょっとバスケをイメージした感じで、の真ん中にロゴがあって両サイドロゴが入ってるって感じです。7体目に作ったコートなんですけど、まあ、ベンチコートをイメージして作ったやつで、この綿も入れて裏地も色で切り替えていて、ベンチコートなんであんま番号は主張させないでちょっと小さめにつけたりしてって感じです。パンツは素材をさっきのコートと同じやつで作って、中にも綿入れて風通さないようなデザインになってます。コートと合うようなデザインにして作りました。8体目なんですけど、日本の柔道とか空手っていうのをちょっとイメージして作ってみて、でもここ閉じたらちょっと柔道着っぽくなるし、一応帯風なベルトもまあ作って結べばなるし、なんかまあ色もちょっとブドウっぽいかなって感じでオレンジにしてみたり、パンツは特にオレンジがメインで、で後ろのここで切り替えて作って、9体目はまあこの上のジャケットと、まあ、マフラーパンツって感じで、これはイメージしたのは競馬のジョッキーをイメージしたんですけど、の中でもヨーロッパとまあアメリカの服の感じで、ここにこれ番号ここだけにしかないんですけど、アメリカの競馬の番号って腕についてるんで、それをイメージして腕にまあワッペン風みたいな感じでつけて、でまあちょっとヨーロッパはボタンで留めてちょっとダボっとした感じの服が特徴なんで、でこれ柄サーモグラフィックの柄なんですけど、最初マイコレやるって言った時にサーモグラフィックの柄でなんか作りたいなってっていうのが結構最初の方がずっとあったんで、まあ、9体目にしてやっと取り入れれた柄かなって感じです。後ろもロゴを真ん中に入れて、今パンツはもう完全にジョッキーをイメージした感じで、白のナイロンの柄に足の膝下でスパッツみたいになるようなつけてって感じです。ラスト10体目なんですけど、これはちょっと前のサッカーのユニフォームっていうのをまあイメージして作って、でちょっと前のサッカーのユニフォームってちょっとダボっとした感じのユニフォームだったと思うんで、でこの黄色と青にしたんですけど、これ10体目最後に作って黄色がないなと思って黄色のタイを作りたくてこの柄にしました。で素材は全部メッシュで作って、より素材でまあスポーティーな感じを出しています。でパンツ2つあって、ショートパンツはもう上と同じような感じになるように作ってます。下もパンツを二重で履かせたくて、で下から見えるようにスウェットのパンツを作ったんですけど、青で作りたかったんでっていう感じ、まあ、まずこれが2つゴールネットで作ったバッグなんですけど、まあ、バスケットをメインとしたタイがあったりしたのでバスケットボールが入るようなボールシューズと、でまあスポーツシューズ入れるのをメインにしてるので、同じバッグなんですけど中にシューズを入れて、でせっかく網で中が見えるのでたくさんいろんな種類入れて目立たせるようにしたっていうのを作りました。で、まあ、これがバンダナ類なんですけど、編み込みをして頭に巻きたいっていうヘアスタイルをやりたかったので、それに合わせてロゴが真ん中に来るように多めにバンダナを作って、であとはサロンさんがまあ一番使いやすいやつに使っていただくっていう感じでいっぱい作りました。でこれがリストバンドなんですけど、結構まあどのスポーツでもリストバンドってつけるなと思ってたんで手首につけて、で自分のこのロゴなんですけどを刺繍で作って、でそれをリストバンドにつけてオリジナルのリストバンドを作りました。これはアクセサリーの授業で作ったネックレスなんですけど、で野球とかの選手が紐を編み込みしたスポーツ用みたいなネックレスがあると思うんですけど、それをまあイメージして編み込みで作りました。
で、これがデジタルプリントで作ったソックスです。ボーダーの柄にして一個一個にロゴ入れてって感じで、ショーのテーマがなんか選手入場みたいな感じにしたくて、ショーの中で一番こだわったのは最初の全員一気にバーって出てくるところがあるんですけど、そこはその選手入場をイメージして一番綺麗にできるように並び順とかも考えてやりました。曲は格闘技とかの入場曲のロックな感じというか、ちょっとガチャガチャした感じの曲を選びました。フリー音源から拾って音楽できる友達に頼んで、ちょっといじってかっこよくしてもらって、友達の力を借りてできたって感じです。佐野さんが決まった時に、まあ、調べたら何回か文化のこの高専とコラボ組んだことあるサロンさんだったので、まずそこでまず、まあ、いいものができるなっていうのは大体、まあ、分かって、でオーダーとしては何個かは自分でオーダーしたのもありますし、でサロンさんからこんなのどうですかって提案してくれるのもあって、で俺が、あ、それでいきますとか、ここもうちょっとこうしてほしいですみたいなやり取りをしました。せっかくサロンさんとコラボ組ませていただいて、メイクもやっぱできる方たちなので何かしらやっぱ取り入れたいと思って、ワールドカップとかそういう大きい大会、スーパーボウルとかになるとファンの人たちが顔になんかペイントみたいなするじゃないですか。そういうのをちょっとイメージして、でも、まあ、スポーツなんで、ごちゃごちゃならないように目元中心にちょっと色入れたりしてくださいっていうオーダーでやりました。メンズが10体っていうの決まってたので、メンズの中で割とちょっとスタイリッシュな感じで、でまあ、スタイルもそうですけど、結構ちょっと最初から選んだモデルさんと変わっちゃってるところもあるんですけど、まあ、まずテーマがスポーツなんですけど、やっぱショーをやるにあたって身長がまず欲しいなと思って、でその身長と、まあ、スポーツっぽい顔じゃないですけど、まあ、ちょっと顔も見つつって感じで、で外部のモデルさんが今回僕10体の中に3人いて、学内の学生さんのモデルは文化祭でショーをやってたモデルさんから何人か撮ったり、モデルコースの学生の中から何人か撮ったりって感じで、自分でその中から選んで声かけてって感じです。一番思い出のあるやつだと、やっぱりこの一番最初のやつが一番最初に作ったっていうのもあるので、こっから結構なんかいろいろ決まってったかなみたいなっていうのもあるんで、やっぱこの一番最初のやつが自分の中では一番思い入れがありますね。まあ、今終わってみて思うのは、寂しいなって感じがまずするのと、実際自分のショーを見ててめちゃめちゃかっこよくて、自分で言うのもあれなんですけど、まあ、みんなどれもめっちゃかっこよかったんですけど、まあ、一番かっこよかったかなって、もう本当に自分の中で満足するものが作れたんじゃないかなって思います。まあ、めっちゃ忙しかったなっていうのが振り返るとダントツで一番強いぐらいあって、でもなんか終わってみるとやっぱ楽しかったなっていうのもありますし、特にこの1年は自分の作りたいもので自分の世界観を1年かけてずっとやれたんで、4年間の中でも特にこの1年は濃い1年になったし、この4年間の中で自分のやりたいことも見つかって、で、まあ、就職もやりたい方へ行けたので、で、まあ、そこから将来その就職先で働いてみて、またさらに高められるようなことができていったらいいなって思ってます。まあ、やっぱこれから自分は物を作る仕事っていうのをやっていくんで、その中でフューチャーされるのはやっぱデザイナーの人とかだと思うんですけど、ゆくゆくはもしかしたらデザイナー自分でやっていくふうになるかもしれないし、企業でってなるかもしれないですけど、その中でやっぱりこれは俺がやったんだぞみたいなっていうのをちょっとでもみんなに知ってもらいたいなって思うので、少しでもまあ名が売れていろんな方面からまたなんか仕事の依頼だったりとかっていうのが来れるような人になれたらいいなと思うので、まあちょっとでもいいから有名になってファッション業界にこういうやついるんだぞっていうのを知ってもらえるようになりたいですね。